お疲れ様です。キョウスケです。よろしくお願いします。はい、ということなんですけど、今日はですね、まあもう自分もですね、筋トレ YouTuber として、はい、あるあるをですね、まあもう2年ですかね、やらせていただいて、まあ4万人というね、まあインフルエンサーじゃないですけれども、はい、そういうふうに4万人まで増えて、もう皆さんに発信できるようになったということでですね、まあこの今まであるあるをですね、見てくださった皆さんですね、ちょっと本当に、まあどう思うかわかんないんですけども、ちょっとね、今後は、まあもちろんあるあるもやります。あるあるもやるんですけども、こういうふうに、ちょっと僕がお伝えしたいこともですね、はい、やらせていただくんで、いや、まあ、それは、もう一個の方のチャンネルでやろうよと思うかもしれないんですけど、まあ、ちょっとね、非常に大事なことなんで、こっちでもね、やらさせて、言わせていただきますということでですね、よろしくお願いします。で、ですね、4万人もいるということで、まあ、発信をするんですけれども、まあ、今日のね、タイトルはなんですけども、ボディービルですね、ボディービルのっていうか、10代、学生の皆さんから20代、前半の人にかけて、まあね、内容なんですけどもね。まあ、これはもう本当にもうやってるもうのめり込んでる人はもう見なくていいんですけれども、まあ、10代の学生の皆さん、そして20代前半の人たちね、本当にボディービルだけにもう一色に染まらない方がいいですっていうね、ことを今回の動画で伝えさせていただくんですけれども、で、なんで、まあ、そんなにのめり込んではいけないということかと言いますとね、10代の学生の時に、まあ、筋トレするのはいいんですよ。筋トレするのはめちゃくちゃ良くて、で、じゃあ、大会に出よう。俺も、いろんな人たちに憧れてるんだ。ナースケに憧れてる、ジンに憧れてる、カネキンに憧れてる、これで出るのはめちゃくちゃいいです。めちゃくちゃいいことなんですけど、もうね、青春、もう中学、まあ中学はないけど、高校の3年間で、そのボディービルだけにのめり込む、フィジークだけにのめり込むって、バカクソもったいないんですよ。バカクソもったいないんですよ。バカクソもったいないんですよ。もっと、もっと面白いことあるんですよ。女の子とデート行ったり、ね。男の子と、もう男の子って普通のね、普通の男と、もうくだ男友達とくだらないこと遊びやって、ね、もうめちゃくちゃ楽しい学生生活あるんですよ。それを、ごめん、ちょっと俺減量中だから、ちょっと遊び行けないとか、ごめんね、デート誘ってくれて嬉しいんだけど、ちょっと今日は行けないんだよって。もうね、めちゃくちゃもったいない。だからね、学生のうちからね、もうボディービルとかフィジークとかやんなくていい。もう学生、まあ、やってもいい、やってもいいけど、できればね、思いっきり遊んだ方がいいよ。うん。これはね、もう俺が言える。全力で言える。うん。一応失ってるから、俺も。まあ、前もね、こういう動画出したと思うけどもね。もう、とにかく学生のうちはね、もちろん鍛えることは大事なんだけど、それ以上に、友達をね、大切にした方がいいよ。もう、マジでかけがえのない思い出になるから、学生生活っていうのは。うん。で、20代前半もね、あんまりのめり込まない方がいいと思う。